どうですか、中村君の方は。僕の方ですか。そうですね。なんか、一回マネージャーから、一度お話をもらった時に、スケジュールが合わなかったんですよ。それで、断ったって言われて まあ、何の役か知らないんですけど、銀魂のお話もらったけど、断ったよって言ってて、あ、そうなんですか、はいって言ってたんですけど、それで、最終的に、スケジュールが空いたんで、入れましたって言われた時に、やっぱり長くやってる作品じゃないですか。まあね。だからどういうこうグルーヴ感 なんていうかっこいいな。現場が仕上がってるってことね。そう、現場のね、空気が、例えばほら、簡単なところから言うと座る位置とかもあるじゃないですか、ありま長す寿な。番組って。そういうのを含め、どんな空気でやってるんだろうと思って行ったら、いやー、普通でしたね。なんか空気とかないね、ないね。意外とドライな空気でびっくりした。意外とドライだったね。そんなにわちゃわちゃしてないでわちしゃわちゃしてなかったですょ。ね。そうだそんね。な悪ふざけ悪目立ちしないかなって。そう、作品のテイストに反しておとなしい現場でびっくりしたのね。そんなにね、わちゃわちゃしないし、休憩時間とか短いじゃん。短いですね。スピーディーにね、撮っていくから。バババンっていくから、あんまりこうわちゃわちゃしてお菓子食べたりなんかとか、そういう現場ではないからね。ね、穏やかで優しい人が、中井さんもそうだし、石田さんとかもそうだし、雪乃さんとかもそうなんですけど、基本物静かな人が多いので、でも優しいんですよ、みんな。そうだね。そうそう。受け入れ体制は整ってるよっていう、ゲストには慣れたもんだぜっていう状態だったから。そうだね。不安はなんか全然現場いてなくなりましたね。やりやすかったです。おお、よかったよかった。まあ僕らもおとなしい組なのでね。まあ確かに。まあ与論がね、大体並んでたりする。あ、そうですあとはまあ本当にバラバラな並び順だから。特にね、金玉編はそんなにまあレギュラーが大量に押し寄せるっていう現場でも、確かに玉が一番喋るかなぐらいで。そうだね。新選組がいるわけでもなかったしね。確かに。ね、鈴村君とかがいるとまたそれはそれで空気が違ったりするんだけどね。なるほどね。確かに新選組一度も出なかったですもんね。そうそうそう、出てないからね。でも優しい人たちに支えられて現場が出来上がっているのでね。だからせめていきなり来るゲストさんにちゃんと違和感なくというか、余計な緊張感なく入っていけるようなのはやります。聞かれた時にちゃんと真っ先に答えるようにするし。そう、だからいい現場だなと思いましたよ。よかった。本当にありがたい。本当にね、クソみたいな現場って言われると本当に。二度と来ねえよ、二度と来ねえよ、バカ野郎って言われる。逆にそんなアニメあんのかないな。だったらタッチパネルとかの方が楽ですよまあね。まあね、最初はびっくりしましたけど、なんかベルトコンベアで運ばれてきたんだけど、あ、なんかこんなん来るよね、新幹線みたいな、シューンっみたいな。つってね、回転してねえじゃねえかっつって。あれ勢い余って止まった瞬間ガチャンってちょっとこぼれることある。しっかりしろや。僕はこのシステムしっ収かりし録スろタジオのある、あそこだ。ええ、レール寿司屋に行った時にちょっとガチャンってなって事故が起きたことある。脱線だ。 寿司が隣にいたオーストラリア人のおばあちゃんがずっとウニを注文しろ、ウニを注文しろって俺に言うんだ。パチパネルの使い方をこう俺の小学生並みの英語で教えなきゃいけない。ウニってなんて言うんだろうな。ファイナルファンタジー11をやってたんで。ウルザンってフランス語か。ええ、アーチンっていう、アーチン軍艦っていうのが出てくるんですけど、だからアーチンだと思ってシーアーチンっていうんですけど、ちょっと思い出せなくてニードルシェルって言ってきました。伝わるよ。かっこいいかっこいい。トゲの殻で。おばちゃんずっと爆笑してて。これは孫か。優しくしたのに笑われるってつれえな。何なんだよ。何なんだよ。観光客の団体の中ポカッと開いた一席に案内されたんですけど、それが運の尽きでした。そうだね、それはきついです。
坂田のまんま。ねえ、まんまちゃん。誰あんた。聞いてねえよ、引き笑いになってねえから。ほんとさ、一回ぐらい成功させとこ。あー、ちょっと星くんっぽいけどね。あー、やばい、いろいろやばい。ということでね、今回のゲストが来たみたいっすよ。いらっしゃいませ。こんにちは、銀玉沖田総合役鈴村健一です。ごめんな、入ってきづらい雰囲気で。引き笑いでもなんでもないですよね。うん、いや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 言ってたよ。ではないの。大丈夫か、パーソナリティ。大丈夫、やらなくていいよ。すいません、本当に。じゃあ鈴村さん、はい、どれを揉みます。もう、ね、おっぱいでお願いします。ダメだダメだ、主に女子が聞いてるからダメだ。そうなの、女子聞いてんの。鈴村さんどういうのが好きなんですか。どういうのって、こうどういうこと。どういうの揉みたいんですか。ああ、そうですね、僕はこれ泳がせといていいの。張りのある感じがいいですね、やっぱりね。うん、はい。何飲めるんだよ。じゃ口開けろ。とにかく飲んでくれ。口開けろ、ほら。じゃあ、口開けろ。この、これ飲みたい。あ、飲んでくれ。みかんゼリー。みかんゼリー。あ、いいとこ。うん。あ、ふたふた。これなんかないの、これ選んで、おー、そうですかみたいなのないの。あ、そうですか。よく振って飲んでください。何なのこれ。何なのこれ。一応これ家にやってきたってことなんで。うん。まんまちゃんなんでしょ。広い人いないけど大丈夫。でもここ鈴村さんちだっていう。え、鈴村くんちなの。俺が今ピンポン押して、ピンポンして帰ってきた。君ら玄関から来たみたいなことなんですよ。そうなの。ピンポンっていんのに、すでに僕らが鈴村さんの家にいるっていう。空き巣じゃねえか。先回り、ひどい話ですね。これショックですよね。じゃあ杉田くんはともかく、坂口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に頑張ってこう、頑張ってこうよ。
銀玉大喜利ファイちょっと待ってサイ絶対大丈夫だと思ってた人がいきなりサイって言ったよ。サーとハイが混ざってる。本気で言ったでしょ今、サーとハイ混ぜてもうサバンナ的な雰囲気をね出していこうかな。なんでサバンナ出すのもうダメやめてこのラジオ。はいということでここからはゲストの鈴村さんとよいしょ事前にホームページで募集していた銀玉大喜利のメッセージを紹介していくのだ。今回も3つ